チ <music> き肉です。<music> えー、中学生 YouTuber の将来とは、えー、僕が競技時代学役学部出身の職ですが、最近中学生 YouTuber のちょんまげ小僧というグループが日本で話題になっています。メンバーのひき肉の女性ファンクラブができたり、フィッシャーズとコラボして登録者数100万人きましたが、ヒろさん中学生のガキの文在で慶応させる年収が高くて生きてるガキの集団、将来どうなると思いますか ?13 歳以上だから収益化できるんだっけ収益化できる年齢の制限ってなかったっけ ?YouTube。 まあ僕もまあちょんまけ小僧さんの動画は見たのですが、某沖縄に住んでるなんか革命だって言ってる少年と一緒なんですけど、では中学生で懐かしい面白いから見られてるというだけで、じゃあ同じことを大人がやったら見るかっていうと、多分結構厳しいと思うんですよね。要はその中学生があの恥ずかしそうにカメラを見ず下を向いてひき肉ですって言ってるから面白いのであって、 多分その高校生、大学生で言ってたら、もうお前分かってやってんじゃんっていうのがあるので、なのでちょっと見る側も冷めちゃうと思うんですよね。なので、あんまりその、なんかこれで一生食っていけるんだって調子に乗らないぐらいの方がいいんじゃないかなと思うので、どこかの段階でこう折り合いをつけた方がいいのではないかなと。あの、若い子たちがなんかやんちゃをしてて面白いよねっていうのって、どんどん低年齢化しちゃうんですよね。 うんと、西八王子で若くてやんちゃしてて天下を取るぜって言ってて、テレビ番組の冠番組とか始めた人たちっていうのが、チャンネル登録者数減ってるらしいんですよ。で、結局なんか若い男の子で頑張ってるの面白いよねってなると、もっと若い子たちが出てくると、そっちの方が純粋で、で、やっぱり面白いよねってなっちゃうんですよ。で、やっぱその、ある程度お金を持ってうまくいっちゃうと、やっぱ嫉妬もされるし、 で、じゃあ芸能人の誰々と付き合ってますとなっちゃうと、じゃあもうなんか高嶺の花よねってなって、その親近感が湧かなくなっちゃうんですよね。で、むしろその中学生っていう誰から見ても下に見れる安心っていうのが出てくると、あ、じゃあこっちの方が安心して見れるよねってなっちゃってるので、まあ、コムドットさんはそのちょんまげ小僧が出てきた以上、方針転換しないと結構きついと思うんですよね。 で、まさかその、中学生のひき肉ですっていうやつのせいで、コモドットが伸びなくなるみたいに、誰も想像してなかったと思うんですよ。まさか中学生によって起こるとは思ってなかったと思うんですけど、そういうもんです。今後正念場だと思いますけど、コモドットさんは頑張ってください。